どうもメカです。今回はこんな投資実績の自分がマリオンが提供するアイボンドという投資サービスを紹介したいと思います。投資を検討中の方はぜひ参考にしてください。まずはアイボンドについて簡単にまとめます。アイボンドは上場企業のマリオンが提供する不動産投資型クラウドファンディングのプラットフォームです。たった1万円から不動産に投資ができ、利回りは年率 1.5% です。24時間365日いつでも出し入れが可能で、分配金は日割り計算です。優先劣後方式を採用しており、一定の売却損まではマリオンが負担してくれます。お金の第三の置き場として注目されているサービスです。ではアイボンドについて詳しく説明していきます。マリオンがお金第三の置き場としてリリースした不動産投資型クラウドファンディングサービスです。大きな特徴は1万円から不動産に投資ができ、365日24時間いつでも出し入れができるところです。好きな時に現金化できます。アイボンドの仕組みですが、事業者であるマリオンが投資家から出資を募り、対象不動産を賃貸して運用、不動産の入居者から賃料を回収して事業費用を支払います。対象不動産の事業収益より事業費用を差し引いたものが事業損益になり、その事業利益から投資家に対して分配金を支払います。これがアイボンドにおける投資の全貌です。アイボンドの手数料は基本的には無料です。しかし出資金の振込手数料、そして買取後の送金手数料は投資家が負担しなければいけません。また第三者へ譲渡する場合はインターネットだけでの処理ができないので、こちらも手数料がかかってしまいます。アイボンドにおける投資の流れを簡単に紹介します。会員登録、投資ファンドを選択、申し込み、入金、運用開始、配当金を手に入れる、この6ステップです。投資家は入金した後は何もすることはありません。ではアイボンドにおけるメリットを紹介していきます。合計7つです。1つずつ紹介していきます。1つ目はいつでも出し入れができるところです。不動産投資型クラウドファンディングのデメリットの1つに流動性が低い点が挙げられます。投資後は運用期間が終了するまで基本解約ができず、現金化は不可能です。しかしアイボンドは24時間365日いつでも買取請求が可能です。買取請求後は5営業日以内に口座にお金が振り込みされます。2つ目は手数料が無料なところです。アイボンドでは様々な手数料が無料です。理由はオンライン化を実現したことにより人件費を削減できたからです。特に買取手数料が無料なのは嬉しいところです。出金手数料はかかりますが、それでも数百円で済みます。それだけでいつでも現金化できるなら安いものでしょう。3つ目は1万円から投資できるところです。国内のサービスを見ても1万円未満で投資ができるクラウドファンディングサービスは今のところファンズしかありません。1万円ならばサラリーマンでも気軽に投資ができます。4つ目は上場会社が運営しているところです。アイボンドは上場会社のマリオンが運営しています。上場は東証の厳しい審査をくぐり抜けた一握りの企業しかできません。よって信頼度は抜群です。ちなみに上場会社は業績を四半期に一度開示しなければいけません。運営元を投資家がモニタリングできます。もし赤字になったら資金を引き出すなど素早く対処できるのは大きなメリットです。5つ目は優先劣後方式を採用している点です。投資家が優先出資、マリオンが劣後出資となっているため、もし対象不動産の鑑定評価額が下落した場合でも 5% の範囲内ならば投資家の元本に影響はありません。6つ目は売却に伴う損失が出た場合はマリオンが負担してくれる点です。
もし不動産を売却して損失が出てしまっても、マリオンが全て負担します。投資家の元本が毀損することはありません。ただし売却益があった場合もマリオンに帰属するため、投資家に還元されることはありませんので、覚えておくようにしましょう。ちなみにこれは不動産の売却があった場合です。分配金の計算期間内に売却がない場合は、投資家が損失を被る場合がありますので、そこは勘違いしないようにしてください。7つ目は、分配金が日割り配当となっている点です。利回りは 1.5% ですが、これは年率です。もし10万円を1ヶ月出資した場合は125円になります。ちなみに日割り配当してくれる不動産投資型クラウドファンディングサービスは国内だと今のところアイボンドしかありません。次にアイボンドにおけるデメリットを紹介していきます。合計2つです。1つずつ紹介していきます。デメリットの1つ目は利回りが低いところです。アイボンドのファンドにおける利回りは 1.5% です。これは他のサービスと比較してもかなりの低水準です。国内を見ると低くても 2% から 3% ほど、アイボンドの利回りはこれを下回ります。高利回りのファンドに投資したい方にはおすすめしません。2つ目は、鑑定評価額が下がれば元本割れの可能性があることです。投資家が一番気をつけなければいけないのは不動産の鑑定評価額です。アイボンドでは1年に1回不動産の鑑定評価額を確定します。例えば投資してから3年後の鑑定で当初の元本価格よりも 5% 以上評価が下がったとしましょう。この時に買取請求した場合、投資家に戻ってくる資金は元本価格未満です。 5% 以内でしたらマリオンが負担しますが、それ以上の場合は投資家が負担しなければいけません。いつでも買取請求できますが、タイミングによっては元本割れを起こす可能性もあります。アイボンドに投資するとどのくらいのリターンがもらえるのか気になる人もいるでしょう。公式サイトに定期預金と比較した図が記載されていましたので紹介します。元本10万円を20年間運用したとするとこのようになります。利回り 1.5% で運用した場合、3万円の利益になります。一方、定期預金で利回り 0.01% で運用した場合はたった200円です。大きな差が生じます。もちろん投資した不動産の鑑定評価額が出資時点よりも下がれば損失を被る可能性がありますので注意してください。では最後にアイボンドをまとめます。他の不動産投資型クラウドファンディングサービスとは中身が大きく違います。一番投資家が気にしなければいけないのは不動産の鑑定評価額です。1年ごとに変わる可能性があるので、その時はちょっとドキドキですね。ただ出資をしても買取請求すれば、いつでも5営業日以内に現金化できるのは大きなメリットです。ここまで流動性が高い不動産投資型クラウドファンディングは見たことがありません。リスクを抑えて投資してみたいという人には最適なサービスだと思います。以上、今回はアイボンドについて紹介してきました。参考になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。